合流して、したら、あのー、ちょっと札幌から来んのに、札幌でスギちゃんは生放送やってて、札幌から来んのに人身事故があって、うん、でスギちゃんが遅れると。嫌、うん、だね。でも、あのー、スギちゃんに何もなけりゃ、それはそれでいいことだ、とかつって、あのー、先にじゃあ食べてよ、とかってみんなでね、お疲れ様、って、無事を、みんなで、うん、で、楽しいロケにしましょう、なんて、相川くんと一緒に。 そ <laughs> したらさ、だんだん私疲れてるから。はい、で、最後のご飯、締めのご飯っていうか、なんかはほら、スギちゃん来てからじゃないと。ね、だから漬物とか枝豆とか、<ー>その、美味しいお店だったんだけど、その、お刺身とか食べてて。で、とにかくスギちゃんが来たら、うん、あの、ご飯にして、さっと帰ろうとかって言ってて、私と、相川翔と、酔っ払ってきちゃったんだよ、もう。うん あいかもあんまり強くないのよ。なんか、焼酎にコーヒー豆入れるのが美味しいとか、でめっちゃうまいですよって言いながら飲んだら、まずいよこれ。とか言ったら、<laughs> 彼は東京から持ってきたって言うんだけど、わざわざ。そう。あ <laughs> こさん好きだと思ってた。私、一そっち飲んでまずいらない。<笑><笑>一言。発想が何なんだよと、このコーヒー豆に行った。そういうの流行ったんだって昔。えー、私、キュウリ入れるとかね。そういうの は知ってたけど、<ー>ジュースで割るとかね。はいはい。あの、ビールでもトマトジュースで割ると美味しいとかあるじゃん。えー、で、なんか酔ってきちゃって、もう、ほら、それこそ、あの、飛行機乗る前から飲んでたからさ。えー、で、酔ってきちゃって、酔ってるったって、あの、軽い酔いよ。のいい気分になってきてってことですかでみんなで、ね、おいいいこと思いついた。スイちゃんが来たら、みんな、みんな正座して、お箸も置いて、 1> 私一人が怒るから。君ら、うなだれてるよ、ね。<laughs> <laughs> なさかその即席ドッキリ。PA も全部いんのよ。20人くらい。ずわーっと座敷にいるんだから、大広間みたいな。<ー>だみんなそれがいい、それがいいとかつってたの。で、じゃあ、迎え行ってきますとかって駅までね。だから、駅に行くやつも、店の前のやつも、それスタッフ飲みながら立ってて、うん、それで、綿密な連絡取ってるわけ。はい、で、今、駅に着いて、で、ホテルに一旦荷物を置いて、 それで出てくるっていうの。で、あ、駅着きましたとかね。で、今、ホテルに着きました。ホテル出ました。で、もう、お店、そ、そんな大きいお店じゃないから、ほんで、大広間だからさ、もし、ものすごい楽しかったから、もし大声で喋ってたら、もう、なんか、店ガラッと開けた途端に私たちの声が聞こえそうなんだで、もう、ホテル出ました時点で、あの、もう、あの、スタッフに、中京テレビのスタッフに、あの、おう程度教えといてね、とかっつったら、 来ました車止まりましたよしみんな中華シーンとして、私だけ、焼中堂ね、割ってんのを持って、で、みんな、大の男は20人ぐらい、正座して下向いてんのよ。お箸も全部置いて。で、ガラッとドア開いて、ふすばみたいな開いて、スギちゃん、マネージャーと、マネージャーがまた眼鏡かけて、これがまたひ弱な男や、ね、これが、ガラッと開けて、スギちゃんが、お待たせしました。と、 すギちゃんでーすみんなし <laughs> 私が、おい、お前な、ロケで、みんなでご飯、スタッフでご飯食べるときに、時間守ってくんなきゃ、ね先に食べた方も辛い。君に合わさなきゃいけないな。ごちそうさまって帰るわけいかないだろう。明日から仕事始まんだから。時間は守ってくれなきゃ。いや、それはね、事故があって、 これは、しょうがないと。何があるかわからん。でも、それも、考えて、お前、時間読むのが当たり前やろと。お前この二十何人もスタッフ、朝日川の人がで、もうそこで私笑いそうなの。うん、でも、笑いそうになって、ククってきたらさ、みんな下見てるから、両手おかしくて、誰も私の目線見てくんないからさ、うん、一人で私は杉ちゃん見てるわけよ。ほ、うんで、杉 <laughs> <laughs> ちゃんは立ったまんま。立ったまま、ね、だけど、みんな座ってるからもう、ほら、神戸を垂れてるから。もう下見てるか。 笑っちゃいけないと思うから、笑っちゃいけないと余計怖く、ほら、お前、分かってんのか、お前。見てみよう、お前、テーブル、みんな飯も食わんと笑っと、スギちゃんパッと見たら、スギちゃんが、お箸、割れてます。<laughs> 割れてるもう、ダメだから、おい、マネージャー、後ろマネージャーいない。メガネって、 これメガネ取れメガネ取った見えない。<laughs> そしたら相川翔とかもうちょっとクククク <laughs> 高田もふれ <laughs> 出して高田淳にもうふれ出したのよもうダメになっちゃってバカ野郎もういいからとにかく座れって言うんだけどスイちゃんがもうなんだかわかんないです、ね、もう枝豆の殻殻全部明らかに食べていんだけど。<laughs> って言われても、座れないの。うん、座るで言うとるやないか、この野郎ったら。今度、うちのスタッフが、あたしが本当に怒ってると思ってさ。怒ってると思って。あまりに。スタッフが今度、右と左のスタッフが、あたしを乱してさ。<laughs> あれ、リアルですかっていう。ほら、まあ、とにかく座るで、座ったら、そうでしょえ、くちゃん、ん <laughs> この、器れ。あの、スギちゃんの。お,ううお前な。 遅れてきて、その薄は、でも、旅ちたんじゃないですか <laughs> <laughs> あれ時間だ <laughs>。いや、もうこれ一個 <laughs> です、はい。これおかしい話です。まだロケ始まる前の話です。そうそう。